2023年6月導入。ハイエナできるパチスロ寝台。ハイエナできるパチスロとは、リセット時の天井が浅くなったり、即 CZ に入るなどの恩恵があり、特定のゾーンや周期などを打つと、期待値がある台。6月5日導入予定の寝台。スマスロベルセルク。AT 純増、約 2.5 枚。回転数、50枚、約 35.5 ゲーム。導入台数、15,000台。天井情報。天井ゲーム数、999ゲーム。恩恵、AT。設定6の機械割 110%。 6月スマスロ一発目の導入。ニューギン初のスマスロ、設定6の機械割が 110% なのはやっちゃってる気はするが、バーサーカーモードハイエナがどれだけ使えるかによるかな。パチンコも導入されるし、6月では一番多い導入台数なので期待の一台ですね。スマスロニャンコ大戦争。 AT 純増、約 2.7 枚。回転数、50枚、約 29.7 ゲーム。導入台数、10,000台。天井情報。天井ゲーム数、1500ゲーム。恩恵、AT。設定、6の機械割 112%。よくある、ゴッドシリーズのパクリですが、コイン持ちが 29.7 ゲームは、鬼畜ですね。めちゃくちゃ荒い仕様を追求した台。貫きシステムで、2400枚から2400枚のループ可能。一撃に機械割を全部振った台。メイドインアビス。AT 純増、約 1.8 枚か 2.8 枚。回転数、50枚、約 35.9 ゲーム。導入台数、7,000台。天井情報。天井ゲーム数、700ゲーム。恩恵、AT。設定、6の機械割 110%。拷問茶まみにただい。AT 突入時に AT の種類を選択できる裏挑戦選ぶと 60% で成功して得か、ゾーンスタート外したら AT なし、高設定だと表の方が機械割高そうかな。新天下腹部。AT 純増、約 2.5 枚。回転数、50枚、約 34.2 ゲーム。導入台数、4,000台。天井情報。天井ゲーム数、999ゲーム。恩恵、AT。設定、6の機械割 112%。事前情報での6月、寝台だと一番のハイエナ台かも、CZ の突破率も最低 50% だし、とりあえず、AT5、55ゲームまでの台はかなり美味しい、じゃないかな。4000台しかないので、島単位で導入された、店には通って、いいレベルのハイエナ台かも。ウルトラチャブ台返し。AT 純増、約 4.0 枚。回転数、50枚、約31ゲーム。導入台数、1500台。天井情報。天井ゲーム数、777ゲーム。恩恵、AT。設定、6の機械割 106%。置き時タイプですね。機械割もかなり低いのと導入も、1500台しかないのでほぼ打つ機会はないでしょう。1周期目と AT5 が熱いくらい覚えておけばよし。6月の寝台は5機種導入予定。6月5日はなんと、6機種も導入されます。おそらく週をずらして、導入する店もあると思いますが、やはりスマスロが大本命かな。今大ヒット連発のサニーは、A タイプで、機械割 113% のギアスも出る。6月は、ギアス VS ベルセルクが熱い戦いになるかな。メイン機種になりそうなラインナップではないですが、結構面白そうな機種も導入されるので、6月もパチスロ寝台に注目。ブログにはさらに詳しく公開してますので、そちらもご覧ください。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録、よろしくお願いします。